車来ました。お待たせいたしました。あの一番綺麗な向こうもそうだ、こんなの人だ。一番綺麗なフェラーリで今日は行きましょう。浅草のフェラーリです。え、浅草のフェラーリ浅草のフェラーリです。人力車、ありがとうございます。では行きましょう。足元段差あるので気をつけてください。じゃあちょっと準備するので少々お待ちください。本当に今日お天気いいですね。夏みたい。お待たせいたしました。そうしましたら正面来ていただいて階段を上るように1、2、3でお座りください。バッチリです。よかったらお荷物下ろしていただいて足元に。シートベルトつけてきます。人力車は軽車両扱いなので原付とかと一緒で2段階右折だったりとかシートベルトあったりします。後ろにナンバープレートもついてるんですよ。そうなんですか。はい、ちょっと あれにはちょっとついてないかな、うん、これちょっと降りたら見てみてください。よいしょ、失礼します。じゃあ持ち上げてきますね。はい、背もたれに上げてもらっても大丈夫。ちょっとあのちょっとだけ日光が強いのでもしかしたら眩しいかもしれないです。あ、ありがとうございます。私は眩しくても大丈夫。本当ですか。じゃあ持ち上げてきます。背もたれに体重をお願いします。こんな感じで1、2、3で持ち上げますね。行きます。せーの、1、2、3、よいしょ。そうしましたら今お尻のところ隙間あると思うので後ろにキュキュッと詰めていただいてバッチリです。ありがとうございます。そうしましたら行きましょう。行ってきます。で人力車なんですけど後ろに転倒防止バーって言って絶対にひっくり返ることないので安心してください。では本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ご紹介させていただきます。本日担当させていただきます秋元ゆかって言います。ゆかちゃんでお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お時間の確認なんですけど今11時21分です。今日30分のコースいただいたので50分過ぎにまた同じ場所に戻ってまいります。はい、お願いします。よろしくお願いします。本当にいいお天気で昨日も夏みたいにすごい暖かくて昨日も暑かったですね。はい、かなり暑かったですね。でも晴れてる方がやっぱり景色もいいので行きます。すごい。スカイツリーも綺麗に見えてますね。そうですね。来られたことありますか？ないですね。実は私もまだ登ったことないです。恐怖症なので
あそこが地上から450メートルあります。なのであそこのちっちゃい隙間100メートルあります。今アサヒベール遠近法ですごく大きく見えてるんですけど、なんとあそこのスカイツリーの第一展望台と第二展望台の隙間にすっぽり入っちゃうんです。同じなんですね、はい、そう考えるとかなり大きいですよね。かなり大きいです、はい、私もびっくりしちゃいました最初聞いた時に。一番みんな気になるのが一番右の銀のうねうね、あれ結構みんな何ですかって聞かれることも多いんですけど、あれ何でしたっけ、はい、何でしたっけ。あれ実はアサヒビールの社員さんたちの情熱の炎って言われています。ちょっと今炎に見えないじゃないですか。横倒しになってるのを本当は縦に3本並べてちょっとメラメラっていうのを表現する予定だったんですよ。設計したのがフランス人の方で、日本の建築基準法にちょっと引っかかってしまって、泣く泣く横倒しに一番大きいのを置いたって言われてます。そうなんですか。はい。だけどちょっと金のうんちなんて言われてますね。なので、なんで金色にしたかっていうと、フランスだと炎って金色のイメージが強いんですって。赤だと血のイメージ、冷蔵されてしまうということで、金色になりました。あれができてからアサヒビールの業界売り上げなんと3位から1位になったって言われています。金運がつきます。じゃあバックしてきます。はい、暑くないですか、大丈夫ですか。気持ちいいです。あ、よかったです。結構風も走ると人力車天然クーラーついてシューって感じで、今から川沿いずっと巡っていきます。うわ、気持ちいい、はい、風すごいいいですね、今日いいですね、気持ちいい。右側、隅田川流れてます。隅田公園なんて行きますね。右側、たくさん木植えられてます。これ、すべて桜の木です。ソメイヨシノっていう品種です。川の向こう岸と合わせてはい、昔この辺りあの川がもうちょっと広くて地盤がすごく緩かったので、はい、桜の木であの根を張らせて地盤を強くするっていうのと、やっぱり桜咲いたらみんな見に来るじゃないですか、はい、そういう人に踏んでもらって地盤を強くしていたって言われています。隅田川といえば花火大会もすごい有名ですよね、はい、今年はちょっと中止みたいなんですけど、花火すごい好きなので。あ、もう今年もやらないんですか。あ、そうみたいです。ニュースで見ました。あ、本当に、あの三社祭っていう、はい、聞いたことありますか。あります。あれは今年、まあ、いつもよりは例年よりはちょっと静かだったんですけど、ちゃんと行われてて、お祭りでも花火はちょっとやらないみたいなんですよ、ええ、にぎわってる方が楽しいですからね、観光地で。そうですね。早く日常が戻ってきてほしいなと思うんですけど、やっぱ夏、私夏大好きで、お祭りだったり花火だったりすごいやらないのが毎年毎年最初悲しくて。あ、皆さんあれだ、はい、着物を着て。あ、はい、着物着て、多いですね、大きいものでこれなくてとか。でもそろそろ浴衣の時期ですかね、もう暑くなってくるので、そうですね、もう右側にスカイツリーどどんと見えてまいります。台東区側からすごくきれいに下から上まで見られる絶景スポットなので、はい、ここでちょっと今日は自転車乗ってますし、お写真を撮っていきましょう。はい、準備大丈夫ですか。はい、おースカイツリー、わー、こんな感じで見えてまいりました。全部ですね、やっぱ晴れてるから雲一つないからすごいいいですね今日。じゃあちょっとこれ背景に大きいかなみたいな、夏で熱中症になっちゃいますよ。
はい、電車の人も結構外してる人がいますよね。本当熱中症大変だからそれに比べたらいいんじゃないかなちょっと私思っちゃいます。泥棒。はい、泥棒です。ですか。もうすでに右上のところに一人見えてます。本当だ。発見しちゃいましたね。あんな感じで5人合計います。今度は左側にいますよ。入っていく。楽しい。嬉しい。なんか目線も普段と全然違いますよね。ちょっと高くなって。友なので、はい、友なので今日、そう殿様です。はい、殿様の殿。いや人力車同士ですれ違ったりすると結構みんな手振ってくれたりとか。ぜひぜひちょっとすれ違ったら次手振ってみましょう。右側まず1人目発見しましたね。今度左側見えるかな。左側に1人、はい、壁によじ登ってますね。いました。はっきり。今度あとの3人、残りの3人が左右と真ん中にいます。ちょっと見つけて探しに行きましょう。今日はやっぱりまだ朝ちょっと早くて平日なので割と落ち着いてますね。浅草もそうなんですか。はい、土日だともう本当に動けないぐらい人がたくさんいて。おーい、見えますか。左右といました。なんかお5人全員見つかりましたか。あ、本当だ、はい、左側に傘を持ってる、はい、で正面です。この5人、なんで探していただいたんですか。白波5人男って言ってゴレンジャーってご存知ですか、はい、戦隊ものの、はい、あの モデルになったって言われる5人組です。そうなんですか。毎回あの戦隊ものってピンクいるじゃないですか。右の人、あれ実は男性なんですけど女装してるんですよ。 あれが元になってピンクになってるって言われてます。でちょっとバックしますね。この白波5人
盗みするときに歌舞伎でなんか盗みをするときに女性の方が懐に入りやすいってことで。ここまっすぐ行くともう浅草寺の方に出てきます。ちょっと右側、弁天山行きます。お山が見えてますね。ちょっとバックします。正面、赤い建物見えますか？はい、こちら弁天堂って言いまして、七福神ご存知ですか？七福神の中の唯一の女性である弁財天さんを祀ってるお堂になってます。どういうご利益があるのかなっていうと、スキルアップですね。技芸上達ご利益ございます。で、弁財天って普通漢字で書くと弁当の弁に財宝の財に、はい、天丼の天って書いて弁財天って書くんですけど、はい、こちらはその財宝の財ではなくて才能の才って書くので、より一層ご利益あるって言われています。なんか今やられてることとかありますか？スキルアップしたいこと。動画で、そしたらもう動画の編集とかいろんなことがスキルアップしますようにってお願いすると叶うので、ちょっとお願いしていきましょう。スキルアップしますようにバッチリです。で、その奥、右奥に鐘見えますかね？はい、あれ時の鐘って言います。今私たちこういう風に時計があるんですけど、はい、昔は時計がなかったので、あれで鳴らした回数で時刻知らせてました。昔この辺りたくさん鐘あったんですけど、戦争の影響で全て回収されました。なんで今もここに残ってるかっていうと、ここと上野と日本橋、特にね色が綺麗だってことで3つ残されてます。三時のおやつっていう言葉あるじゃないですか、はい、あれって実はその時の鐘が結構関係が深くて、うん、昔の方って朝ごはんと夜ごはん2食だけの生活でした、はい、お昼ごはん食べないとどうしてもお腹空いちゃうじゃないですか、やっぱり、はい、であの鐘が8回鳴った時、八つ時って言ったんですけど、まあ、八つ時だからもう少し軽食食べてもいいよねってことで軽食食べる時間になってました。うーん、でその八つ時っていうのが今でいう3時です。なので3時のおやつってそれから定着するようになったって言われています。なるほど、はい、だから3時のおや、お菓子の時間とは言わないじゃないですか。おやつっていうのは八つ時っていう意味ですね、うん。左側、浅草寺、ドドンと見えてきます。この形のまんま残ってるって言われているものです。400年釘一本も使ってません。そうですね。で、皆さん結構浅草のシンボル雷門行かれると思うんですけど、雷門のモデルになった門って言われています。で、またこの門にも提灯真ん中にあったんですけど、今はない。言われてみないと、あ、まあ似てるかなみたいな。でもこっちの方が小さくて可愛いですよ。はい、昔はおなり門って言って、えらいお殿様しか通れない門でした。一般の方は雷門から入ってお参りするんですけど、お偉いさんはここから通って入ってました。一般人が通ると首切られて殺されちゃうっていう門です。
くあの私の殿なので、はい、もしよかったら後で撮ってみてください。だからちっちゃいんだ。ではせっかくなのでこちらバックにお写真撮りましょう。夏まで、塗り替えの工事してたので今すごい綺麗にピカピカになってます。多分あれがあの校外学習のバスだと思います。みんな行列でいいな校外学習。私もあの高校生の時高1か高2の校外学習一回浅草寄ってくださいみたいな。懐かしいです。学生時代を思い出します。人力車専用レーンって言って地面に人力車って書いてあって人力車の乗り降り場になってるんですよ。実は日本で唯一ここだけなんです。人力車って結構京都だったり鎌倉だったりいろんなところにあるんですけど専用レーンがあるのはここだけです。標識とかも
楽しんでいただきました。楽しかったです。ありがとうございました。本日貴重なお時間ありがとうございました。では下ろしていきます。今東一に入場お願いします。じゃあこちらでお願いします。足元段差気をつけてください。あ、本日貴重なお時間ありがとうございました。30分コースいただきましたのでお一人7000円頂戴。はい、本日貴重なお時間ありがとうございました。この後もお楽しみください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまたぜひぜひお待ちしてます。はい、失礼します。書いてる人さん、水沢さん、中学生かな。